はい、こんにちは、ペイです。このチャンネルはリアタイを上手くなりたい方やリアタイオーダーを強くしたい方に向けての動画を、自分自身の経験をもとに皆様にリアタイにおいて有益な情報や気になる選手を使ってみて強いかどうかを発信するチャンネルとなっております。チャンネル登録者様1000人を目標にほとんど毎日投稿しておりますので、ぜひぜひチャンネル登録のほどよろしくお願いいたします。はい、でですね、今回の動画はプロスピフェスタの福引き200連してみたやっていきたいと思います。はい、プロスピフェスタ今来てると思うんですけども、皆さん走られてますでしょうか。はい、僕はですね、自走車、全部自走車で V ロード8割、試練2割ぐらいの割合でやっていて、フェスチケットがやっと1000枚集まったということで、一気にこの福引きを回していきたいと思います。でですね、この1000枚集めるのに何エナジーかかったかと言いますと、127エナジーの消費で集めることができました。なので、その回した最後にですね、エナジーバック率、エナジー還元率が何パーセントなのか、何エナジー返ってきたのかっていうのも計算して、皆様の走る参考になればなと思いますので、ぜひぜひ動画の方最後までご視聴ください。では早速フェスチケット200連していきたいと思います。はい、では早速ね、1000枚200連の方を回していきたいと思います。皆さんどうですかね、フェスタ走られてますかね。走られて、もしね、金玉、この1等のキャンタマン、キャンタマンを当てられた方がいたら、ぜひコメント欄で教えてください。いやー、今回1000枚200連で何枚当たるかな。いや、2枚は当てたい。2枚当てて俺は男になりたい。はい、ということでやっていきたいと思います。はいはい、エナジー、いや、エナジーもね、何エナジー返ってくるかというのが注目どころであります。でですね、このチャンスタイムが終わったら早送りタイムにしていきたいと思います。はい、早送りしていきます。さあ、行くぞ。さあ出るかな、出るかな。さあ白で、さあさあチャンスタイム突入と。さあ A ランク来い、来たー。やばい、焦って動画回してんのにスクショした。よくわかんないことしてしまいました。やばい、幸先が良すぎる。さあさあ、この後も回していきたいと思います。よっしゃー、 A ランク、ナイス、1枚目の A ランク獲得しました。さあ、おお、じゃあナイス、 A ランク2枚目。さあ、ついにあと2回いった。 OKOK、 B ランク。さあ、ラスト2回か。エナジー、さあ最後1回どうだ。エナジーということで200連回したので、集計の方していきたいと思います。はい、お待たせしました。集計の方してまいりました。いや、衝撃の結果が出ました。1等 S ランク契約書の方が1枚、
2等 A ランク契約書が2枚、3等 B ランク契約書が22枚、で4等エナジーが58エナジーということで、エナジーバック、エナジー還元率が 45.66% と、いや、えげつなすぎませんか？えげつないですよ。これガラポンだけ、この吹き吹きだけでのエナジーバック率なので、自分自身ね、Vロードとかで日本一達成報酬もあるので、それも含めますと、エナジーバック率ね、ほんと 90% とかありますね。いや、とんでもないイベントですね。皆様もぜひ、あと1日イベントの期間がありますので、ぜひぜひ今からでもいいので、がっつり走っていきましょう。では、今回の動画は以上になります。面白いな、ためになったなと思った方は、チャンネル登録、高評価ボタンのほどよろしくお願いいたします。でですね、コメント欄の方に応援と企画も募集しておりますので、ぜひぜひコメントの方もよろしくお願いいたします。では、また次回の動画でお会いしましょう。バイバイ。